小池知事がですね、長谷知事と会って、のそう視察の後にですね、で、その時に、審査で出た廃棄物ごみを東京でも処理を受け入れますよという発表されたんですが、これは東京でやるよりも関西の方がはるかに近くて効率的、労力、税金も少なくて済むと思うんですが、関西の方で引き受けるというような話は進んでないんでしょうか。そうです、いい質問で、それちょっとこう前から実はこれは他の自治体も調べていただいたらと思うんですけど、震災がれきの受け入れって僕ら発災からいろいろ災害対策本部会議開いてずっと議題に出てまして、これはぜひやろうということを大阪市としても確認してました。おそらくですがこれ大阪市だけじゃなくて、わざわざここまで運ぶぐらいやったら間の自治体さんが受け入れてくれたらできるわけなので、でそれを拒否する自治体って多分ないと思いますから、多くの自治体でこれは災害のがれき受け入れっていうのは検討できると思いますし、大阪市としてもぜひやりたいと思いますけど、ただこれって向こう側との協議やですね、なんかうちの自治体だけが受け入れるって言ってもしょうがないので、全体のこのなんか東京都がどういう位置づけであれを表明されて受け入れが決定されたのかちょっと本日時点でわからないんですけど、おそらく多くの自治体がガレキの受け入れに関してはその処理能力がある自治体に関してはもともと想定してたと思うので、必要があればぜひ大阪でもそこはお助けできるところはぜひお力になりたいと思います。経過としては7月22日にですね、環境庁と石川県がですね、北陸以外でもがれきなどの処理をしてもらおうと、今までは北陸、富山、福井、新潟だけだったんですけども、そのエリアを広げようという決定をして、それを聞きつけた小池知事が、長谷知事と会って、東京でも受け入れますよといった流れだと理解しているんですが、報道を見るとそういう流れになってたんですが、そう抜け駆け的に遠い東京がですね、やるよりも近い、以前から準備している関西エリアの方がより適切じゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。ちょっと私も現状は確認するんですけど、受け入れに関しては重ねてになりますが、結構前からその想定して議論は進んでたので、今現在例えば関西地域や大阪での受け入れ要望があるんであれば、ぜひそれは協力したいと思いますし、確認はしておきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。